はい、おはようございます。おはようございます。海君、はい、まあ最近ちょっと成績見てどうだろう、ちょっと上げちょうね。そうですね、まあなんとか、うん、まあちょっといい感じにはなってます。はい、まあ調子そのものはいいということだよね、海君自身の。そうですね、まあ疲れさえ取れればという感じだと思います。疲れちゃうかい？いや、ちょっと地元なんでやりすぎか、はい、ちょっと疲れるぐらいやってしまったんで、はい、まあ今日ね、一日ゆっくり休んでもろうて、はい、疲れ取ってもろうて、それから英語もあるもんね。そうですね、はい、まあ後輩がいるんで、うん、はい、まあこの人もバック57回も取るような人やから大丈夫やろ。そうですね、まあただダッシュがいいんで、あとはもう僕がついてってっていう感じでワンツーできればとは思ってます。うん、ここで山本君を抜いた実績があるんでね、みんなこれは人気になるだろう。いや、まあでも、まあ、竹村の場合はちょっと違うんで、ダッシュの切れ味がいいんで、まあ、なんとかついて、はい、うん、頑張りたいと思います。まあけど、海地君自身は調子は良しでいいということでもね。そうですね、はい、うん、まあ、いいと思います。明日は踏んで、この竹村君の後ろをすんなりもうでいって、勝負。はい、そうですね、はい、竹村君のダッシュに遅れるように、はい、最初になったら、まあ、2着1着へ行けるよと。そうですね、はい、ね、まあ、いいチャンスだし、はい、頑張ってもらおう。はい、ね、体調もいいし、地元のコーチやし、はい、ね、相性のいい竹村君と、はい、練習はしたことないか、竹村君と。いや、何度かしたことあるんですけど、最近はちょっとしてないですね、うん、はい、何度かしたことあるうちに1回でもちぎれたことある？いや、ちぎれたこともありますね、うん、はい、あんまりそれを言うと本番でやるね、はい、そうやけど、はい、うん、頑張ってよ、だから明日ちぎれて、はい、ね、頑張ってよ、はい、はい、どうもありがとう、はい、ありがとうございました。